今日は滑川春網定置漁業組合の漁師およそ60人が6隻の船で出場し、滑川市の沖合およそ 1.5 キロに仕掛けられた定置網で漁を行いました。網を引き上げるとホタルイカが青白い光を放ち、海面に浮かび上がりました。滑川漁港での初日の水揚げは、去年は127キロでしたが、今年は去年よりも少ない50キロでした。全体的に小ぶりなものの、1キロあたり最高5050円で競り落とされました。ホタルイカ漁は6月ごろまで行われます。気温も水温も低いからなおさらやと思うけど、今水温も高くなったらホタルイカも自然と来ると思うから、これからの漁に期待したいと思います。